4月1日、土曜日、薄曇り。烈風なり、運命的な日である。生涯忘れ植えからざる日である。一行の発表を見に行った。落ちていた。糸長がふっと消えたような感じ。体内が空っぽになった感じ。残念という感じではない。ただ、ほろりとした。 進むが不憫だった。でも落ちて当然のような気もした。家へ帰りたくなかった。頭が重くて、耳がシンシンになって、喉がやたらに乾く。銀座へ出た。四丁目の角に立って、烈風に吹かれながらゴーストップを待っていたら、初めて涙が出た。声が出そうになった。 無理もねえさ、生まれて初めての落第だもの。と思ったらとても耐えきれなくなった。どうして歩いたかわからない。振り返って僕を見た人が二人あった。地下鉄に乗った。浅草雷門まで来た。浅草は大勢の人で出会った。もう泣いていない。自分をラスコリニコフのような気がした。ミルクホールに入る。 宅の上がほこりで白くなっている。僕の下もほこりでザラザラしている。とても呼吸が苦しい。落大生、イーズじゃねえぞ。両足がだるくて抜けそうだ。完全に幻影がありありと浮かぶ。ローマの廃墟が黄色い夕日を浴びてとても悲しい。 白い衣にくれまった女が下を向きながら席門の中に消える。期待に冷や汗が出ている。R 大学の予科にも受けたのだけれど、まさか。でも、いやどうだっていいんだ。入ったってどうせ席を置くだけなんだ。卒業する気はねえんだ。僕は明日から自活するんだ。去年の夏休みの直前から僕の覚悟はできていたんだ。 もう勇敢階級は嫌だ。その勇敢階級にぺったり帰職していた僕は、まあ、なんて惨めな野郎だったんでしょう。止める者の神の国にいるよりは、ラクダの針の穴を通る方帰って癒すし。本にいい機会じゃござんせんか。明日からはもう、うちの世話にはなりませぬ。ああ、好天よ。魂よ。明日から僕の世渡りだ。 また完全に原影が浮かぶ。恐ろしく鮮やかな緑だ。泉が湧く。コンコンと湧いて緑の草の上を流れる。チャプチャプと水の音が聞こえる。鳥が飛び立つ。消える。僕のテーブルの隣に、醜い顔の様相の娘が、 空のコーヒージャワンを前に置いてぼんやり座っている。コンパクトを取り出して鼻の頭を叩いた。その時の表情は白痴のようであった。けれども足はほっそりしていて、絹の靴下はやけに薄い。男が来た。ポマードを顔にまで塗ってるみたいな男だ。女はニットを洗って立ち上がった。僕は顔を背けた。こんな女の人をも、キリストを愛してやったのだろうか。 うちを飛び出したら僕もまた、あんな女と平気で冗談を言い合うようになってしまうのだろうか。嫌なものを見たわい。喉が渇く。ミルクを、もう一つ飲もう。我が未来の花嫁は、かの興奮突出の婦人にして、我が未来の親友は、かの全身ポマードの悪臭高き紳士なり。この予言当たります。 外はぞろぞろ人の流れ。みんな帰るべき巣を持っているのだろう。おや、お帰りなさい。今日はお早かったじゃないの。うむ、仕事の話がいい具合にまとまってね。それはようござんした。お風呂へおいでになりますか平凡な、そして静かな憩いの巣。僕には帰るところがない。 落第坊主。なんという不名誉だ。僕は今まで落第性というものをどんなに強く軽蔑していたか知れやしない。人種が違うものだとばっかり思っていたが、兄はからんや、僕の額にもはっきり落第性の焼きごてが押されてしまった。新入りでござんす。よろしくお願いいたします。 諸君は、4月1日の夜、浅草のネオンの森を、野良犬のごとくうろついて歩いていた一人の中学生を見かけなかったか見かけましたか見かけたならば、それならば、なぜその時に一言、おい、君と声をかけてくれなかったの僕は君の顔を見上げて、お友達になってくださいとお願いしたに違いない。そうして、 君と一緒に烈風の中をさまよい歩きながら、貧しい人を救おうね、と幾度も幾度も誓い合ったに違いない。広い世界に思いがけぬ動詞を得たということは、君にとっても僕にとっても、なんと素晴らしいことだったろう。けれども誰も僕に言葉をかけてはくれなかったのだ。僕はよぼよぼになって麹町の家へ帰ったのです。 それからのことを書くのはさらに苦しい。僕の生涯において、再びかかる悪事をなさぬことを神に誓う。僕は兄さんを殴ってしまったのだ。夜十時ごろ、こっそり家へ帰って、暗い玄関で靴の紐を解いていたら、パッと電灯がついて兄さんが出てきた。どうだったいダメか のんきな声である。僕は黙っていた。靴を脱いで式台に立って無理に薄笑いしてから答えた。決まってるじゃないか。声が喉に引っ絡まる。へえ<ー>。兄さんは目を丸くした。本当かいお前が悪いんだ。ヤニわにヤニの方を殴った。 ああ、この手を腐れ。全く理由のないふ怒ぬである。僕がこんなに死ぬほど恥ずかしい思いをしているのに、お前たちは上品ぶって涼しそうな顔をして生きている。くたばれというような凶暴な発作にかられて兄を殴った。兄は子供のようなべそをかいた。ごめん。ごめん。ごめん。僕は兄さんの首を抱いてわーわー泣いていた。 女性の木島さんが僕を部屋に担ぎ込んできて、僕の洋服を脱がせてくれながら。無理ですよ。ねえ、まだ17歳なのに無理ですよ。お父さんでもいらっしゃったらねえ。と小さい声で言うのである。何か誤解しているらしかった。喧嘩じゃないよ、バカ。喧嘩じゃないよ。と僕は泣きじゃくりながら何度も言った。 木島なぞには分からない。木島さんに布団をかけてもらって寝た。僕は今、寝床に腹ばいになって、この最後の日記をつけている。もういいんだ。僕は家を出るんだ。明日から受活だ。この日記帳は僕の形見として、この家に残していこう。兄さんが読んだら泣くだろう。 良い兄さんだった。兄さんは僕が八つの時からお父さんの身代わりになって僕を可愛がり、導いてくださった。兄さんがいなかったら、僕は今頃すごい不良になっていたかもしれない。兄さんがしっかりしているから、お父さんもあの世で安心しているだろう。お母さんもこの頃具合が良くなって、なんだかもうすぐ全開するのではないかとさえ思われるくらいだ。 嬉しいことだ。僕がいなくなっても力を落とさず、必ず進むの成功を信じて気楽にしていてください。僕は決して堕落しません。必ず世に打ち勝ちます。今にうんとお母さんを喜ばせてあげます。さようなら。机よ。カーテンよ。ギターよ。ピエタよ。 みんな、さようなら。泣かずに僕の角でを笑って祝福しておくれ。さらば。